今回はエニタイムでできる足取り7種目を解説していきます。僕は普段行っているトレーニングの解説やボディービルの大会に向けた過程を発信しているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。第1種目目はレッグエクステンションです。この種目は大腿四頭筋をパンプアップさせることを狙っています。今回は膝関節をメインに使った動かし方をしていて、内側広筋と外側広筋に効きやすいフォームになります。レッグエクステンションは膝関節と股関節の使い方によって効く部位が若干変わりますが、股関節を支点にして行うと大腿直筋に刺激が入りやすくなります。今回のメインセットは68キロで、回数は20回から30回を目安にしています。レッグエクステンションを1種目目に行う目的としては、膝の怪我を予防することと、四頭筋を事前疲労させておき2種目目以降の種目で四頭筋に効きやすくすることです。第2種目目はバーベルスクワットを行いました。この種目は大腿部全体を狙っています。今回のこの種目のテーマとしては、中重量で筋力と筋肥大の両方を伸ばすことです。メインセットの回数は6回から8回を目安にしていて、メインセット1セット目は160キロです。担ぐ位置は肩と僧帽筋の間あたりです。ローバー気味で担ぐ理由としては、ある程度脊柱起立筋などの背中の筋肉の重さを分散して全身を強くするようなイメージで行うためです。メインセット2セット目は140キロです。減量期はできる限り使用重量を落とさないように意識しますが、どうしても多少下がるので、スクワットに関しては減量末期でも最低でもこの重量は担ぐようにしています。足幅は肩幅くらいを目安にしていて、このくらいの足幅だと中殿筋や内転筋、大腿筋膜張筋などの股関節周りの筋肉を動員させやすくなります。次のセットも重量は140キロです。今回のこの種目のポイントは、ローバー気味に担ぐこと、足幅は肩幅程度にすること、しっかりと深くしゃがむことです。第3種目目はプレートロードのレッグプレスを行いました。この種目は大腿四頭筋をメインに狙っています。メインセットは10回から15回を目安にしていて、重量は120キロです。僕が思うこのマシンの特徴としては、45度レッグプレスと比べて太ももの前側を使いやすいこと、収動で負荷がかかること、深く下ろしても骨盤が後傾しにくいことなどが挙げられます。
この種目のフォームのポイントとしては、ボトムで負荷を受けること、足は腰幅でつま先を開くこと、可動域を大きく取ることです。第4種目目はスミスマシンでスクワットを行いました。この種目は大腿四頭筋を狙っていて、マシンのハックスクワットと同じように上半身が直立した姿勢で行うことを意識しています。ミニセットを8回前後の重量設定で行いました。この種目のポイントは、上体は立てたまましゃがむこと、目線は多少上げること、ネガティブを意識しながら下ろすことです。トレーニングの途中にポージングを行いました。この時は大会の2ヶ月くらい前になりますが、大会までの足トレはメンタルとの戦いだと思っているので、妥協せずに追い込んでいきたいと思っています。第5種目目はダンベルでルーマニアンデッドリフトを行いました。この種目はハムストリングスを狙っていて、今回は重さにはあまりこだわらずにしっかりとストレッチをかけることをテーマにしています。メインセットは10回から15回前後の重量設定で行いました。メインセットの重量は30キロです。この種目のポイントは股関節から曲げること、足幅は腰幅でかかと重心にすること、ダンベルはゆっくりと深くまで下ろすことです。第6種目目はスミスマシンでヒップスラストを行いました。この種目は大臀筋に収縮ポジションで負荷をかけることを目的としています。メインセットは15回前後の重量設定で行いました。この種目のポイントは、上げた時に顔は天井に向けること、股関節を使って上げること、トップでお尻を収縮させることです。
第7種目目はダンベルでブルガリアンスクワットを行いました。この種目は大臀筋にストレッチで負荷をかけることを狙っています。この種目のポイントは前傾姿勢をキープすること、前足のかかとに重心を乗せること、ストレッチメインの可動域で行うことです。最後はドロップして自重で動かなくなるまで追い込みました。これでエニタイムでできる足トレ7種目の解説が以上になります。これからもトレーニングの解説やボディービルの大会に向けた過程を発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後にダイジェストをご覧ください。